信州の山から生まれる清冽な雫はやがて川となり海へと注ぎます。豊かな海を未来へ引き継ぐために海なし県にもできることがあります。長野県内で行われる海につながる活動を紹介します。海と日本プロジェクトを推進する日本財団が海と日本人に関する意識調査の結果を発表しました。海洋立国としてのリーダーシップを取っていかなければならない我が国の子どもたちが海にどの程度の関心を持っているかということの調査というのは大変私は重要なものがあると思っております。この調査は海に対する意識の変化を調べ課題の解決につなげていこうと2017年から実施されています。今回の調査で海に親しみを感じると答えた人の割合は 37% で前回に比べ7ポイント減少しました。コロナ禍によって海に行く機会が減ってしまったことが影響しているとみられます。その一方で気候変動による生態系の危機や海洋プラスチック問題など様々な海の問題に対する認知度は高まっており、海を守るための行動を行った人の割合も増加していることが分かりました。日本財団では海への訪問回数と愛着度が大きく関連していることから、今後も海に行く機会の創出や情報発信に力を入れていく考えです。海に行った方というのはこう海に対する問題を自分ごと化できるという結果が出てますので、まずはなんとかこう海に寄せると、子どもも含めて大人も含めて海に寄せるという活動はしていきたいと思います。今回は47都道府県の海への愛着度スコアも発表されました。海と日本プロジェクト in 長野では様々なイベントを通して海なし県の子どもたちに楽しい海の体験と学びを提供していきます。海と日本、動画をご覧いただきありがとうございました。海と日本プロジェクトでは全国各地の海に関するさまざまな活動を紹介しています。チャンネル登録もお願いします。